ベートーベンの1番から8番まで終わりまして、夏に第九合唱ですね、こうを今年で完結すると。長野だからこそというその第九になるのが一番いいんじゃないかと。結成から2年、長野チェンバーオーケストラによるベートーベンツイクルス、ついに完結。ベートーベンの曲も実はすっごくリズムを重要視して書いている。でそれを現代的なリズム感覚で長野チェンバーオーケストラではずっとアプローチかけているわけです。ですからまあ単純に言うと速いです、テンポもうちのはどうしても速いです。それでトータルで言うとなんかこうまるでロックを聴いたようなそのリズムで興奮するねっていうようなベートーベンをやろう。毎回やるたびに、ね、変化があるんですけれども、まあ、1回目集まった時にみんなでびっくりしたんですよね、まあ、すごい音が出るし、それぞれの中にこういうことがやりたい、こういう新しいものを見つけたいっていうふうに最初から集まってきていたの で、そういうふうにスタートしてきたのがだんだんこう回を重ねてこう革新性を持ってこうやるっていうことをがこう NCO で当たり前になってきて、その行き着いた先っていうのが今までとはちょっと一段違う完成度になったと思うんですね。久石さんという作曲家がベートーベンという作曲家の作品を作曲家としての視点から音楽を作っていく、それでこうやって長野チェンバーオーケストラが始まって、僕とかもやっぱその、まあ、世界中でベートーベンを演奏してきて、そして今久石さんの考えるベートーベンをやるっていう時にまたそのあなるほどそういう見方ですよねっていう、あそれはもう久石さんならではだなと思うし、まあ、僕としてはとても面白い次回になっております。交響曲9番第九のコーラスには市民も参加、喜びの歌を響かせます。合唱がついている交響曲ってすごい珍しいと思うんですけど、古典派のこう最後っていうか、でもロマン派へのこう新たな道しるべになった曲だと思うんですよね。第九って久石さんの元で第九弾かせていただけるっていうのはすごい幸せだなと思って、長野の皆さんと歓喜の歌の時間を共有したいなって思ってます。長野チェンバーオーケストラ第7回定期演奏会は7月16日開催。久石が作り上げた第九のための序曲や映画風の谷のナウシカからの楽曲も演奏。チケットのお求めは長野市芸術館チケットセンターまたは各プレイガイドまで。感動のフィナーレにお立ち会いください。